アイテム番号 SCP-325JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-325JP の収容室内部は2台の監視カメラによって監視されます。また彼の試算した肉体-3-4-6については無人ドローンによる追尾監視体制が敷かれます。新たな SCP-325JP の一部が発見された場合、その移動スピードを計測し、その移動方向直線上の一般人の生活区域の存在を調査してください。 SCP-325JP の一部がそこに達する場合、適切なカバーストーリーを流布して一般人を遠ざけてください。説明。 SCP-325JP は2008年まで GOC メンバーとして SCP アノーマラスに分類されるアイテムの破壊活動を行っていたエージェントの一人です。2007年月に行われた破壊作戦中、日本のサイト内に侵入し、現在無効化指定されている SCP-JP を破壊した際に彼は現在の異常性を獲得するに至りました。彼の異常性は現在も進行中であり、2008年には日常生活が困難なまでに症状が進行したため、GOC から解雇されかけたところを財団によって発見、収容に至りました。2013年、SCP-325JP は重度の神経症を発症したため、以降のインタビューは不可能となりました。SCP-325JP の肉体及び神経、感覚の一部は各地に試算しています。SCP-325JP の試算した肉体には、本来人の生存に必須なものも複数存在していますが、何らかの手段によって SCP-325JP は現在まで生存しています。現在のところ、日本国内部でのみ彼の試算した肉体は確認されていますが、その位置は徐々に移動しており、SCP-325JP を中心として拡散していきます。移動速度から、年後にはそのほとんどが日本の領土を越え、領海に移動すると計算されています。これらの試算した部分にはかつてアノーマラスオブジェクトとして分類されていたものも含まれ、SCP-325JP との関連性が確認されたため除外されています。試算した肉体の特徴として、その拡散の不可視性、非破壊性が挙げられます。いくつかの部分についてはその実態が確認されているにもかかわらず、移動の試みはすべて失敗しています。以下に彼の試算した部分についての説明を記します。SCP-325JP 1、彼の両目です。現在彼の体から離れ、4キロ先の地点を浮遊していると見られていますが、SCP-325JP が証言する視界を確保できるはずの位置には存在が確認できていません。この視界は物体を透過すると見られ、2008年から2010年まではサイト、81、内部に存在していました。SCP-325JP 2、彼の嗅覚受容神経及び嗅覚細胞です。現在までその詳細な所在を確認できていませんが、SCP-325JP の脳反応を検査した結果、おそらく極めて悪臭を放つ場所位相に存在していると推測されています。SCP-325JP 3、彼の左手の予感覚です。2012年から現在まで長野県、山の登山道脇に停滞しており、一時期、何者かに背中を押される登山道、としてアノーマラス指定されていました。収容中の SCP-325JP 自身には確かに左手の存在が認められているにもかかわらず、物理センサーを用いた実験では SCP-325JP 自身はあらゆるものに左手で衝撃を与えることができず、触れようとしても単純に透過します。その威力はすべて未知の手段で長野県、3に移動します。SCP-325JP 4、SCP-325JP の右腎臓及び両肺及び数本のあばら骨です。上空へと向かって浮上を続けており、現在名古屋市の上空 81.200 メートルの地点に存在しています。SCP-325JP 5、
SCP-325JP の生還細胞です。東京都の繁華街の駅前ロータリー上に拡散しており、これによって SCP-325JP には軽度の持続性性間期症候群の兆候が見られます。SCP-325JP6 SCP-325JP の生態です。現在岐阜県村の民家内部に存在しており、1年間に2-3cmの割合の移動に落ち着いています。かつて、低い声で規制を上げる、移動不可能な成人男性の生態、としてアノーマラスアイテム指定されていました。SCP-325JP7、8、9、10、11。現在まで存在場所が特定されていない部分です。それぞれ SCP-325JP の胃袋、左足小指、大腿骨、歯、左の睾丸を含むふぐり部分です。ポイ SCP-325JP 会話記録。不期現在確認されている限り最新の、2013年9月14日に記録された SCP-325JP の会話記録である。対象に朝食を提供していた研究員に対し、SCP-325JP が発言。無人ドローンを介して会話がされた。SCP-325JP、早く、早く捕まえてくれ。叫び声。通信、研究員、無人ドローンに音声がキャッチされた。一時的にではあるが、SCP-325JP が自我を取り戻した可能性がある。急ではあるが、できる限りのインタビューを頼む。SCP-325JP6 の監視ドローンからの音声をそちらに送る。SCP-325JP、捕まえてくれ、捕まえて、おえつ、おえ、げ。研究員、どうしたの？自分の部品について、何か思い出したの？ SCP-325JP、俺の、俺の、研究員、落ち着いて、SCP-325JP。SCP-325JP、ずっとだ。ここのところずっと、俺のを、ああ、掴んでさ、乗ってさ、やめてくれ、やめてくれよ。研究員、自分の部品の何かに感覚を感じたのね。SCP-325JP、一体。SCP-325JP、やめて、やめてくれ、おえつ、叫び声、舐めるな、出てけ、舐めないで、歯も、おうと、やめてくれ、やめて、ください。以下、しばらく SCP-325JP は錯乱状態に陥る。重要度が低いため割愛。研究員、落ち着いて、何かが掴まれて舐められてる。そこは分かった。私たちが全力であなたの部品を収容する。約束するから。SCP-325JP、男だ。三人、ずっと掴まれて、抱きつかれて、舐められてる。ここのところずっと、ずっと。研究員つまり、どこの部品なの？誰かにあなたの部品が渡ってしまったというわけ？ SCP-325JP 違う。17秒沈黙。こいつら、俺に、住んでるんだ。録音終了。終了報告書。以後、SCP-325JP は再び正気を失い、現在までさらなる証言は得られていない。何者かの手に SCP-325JP の部品の一部が渡った可能性がある。引き続き調査すること。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録。またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。